はいみなさん、こんにちはアイジアできてる紫です。紫けいちゃんです、えー。今回のね、話題に関してはね、別に何色っていうわけでもないので、 えー、とりあえずね、私もまだまだですね、喉が今現在 99%OK、OK、になってきましたけど、100%ではないんでね、体を冷やしたらまずいということで、えー、数少ない長袖のですね、えー、シャツの中で、この紫の、えー、シャツをまた着てますっていう感じなんですけども、最近ね、よくね、この紫着てますね。<laughs> 別にあの特,特段理由はないんですけども。えー、でですね、あのー、今回の話題、ちょっとサムネイルにも書いていた通りですね、 例のですね、あの、オークドレジデンス青山、えー、俗に言われるその青山御殿と言われてますけども、そのね、予約状況がね、変わってますね。えっ、ー、とね、これね、実はね、私のご視聴者の方からちょっとご連絡いただいてですね、もう、なんていうのかな、私以上にですね、この経験問題というかですね、非常にね、真摯に取り組んでおられる方ね、結構いっぱいいらっしゃるんですよね。 なので、この青山御殿のね、予約状況に関しても、まあ私も気がついたらね、えー、自分自身でその気がつくたびにですね、えー、皆さんにこんな感じで変わりましたよ、予約状況今回こうですよ、みたいな感じでね、 え、以前の動画なんかでも申し上げてたんですけども、今回もね、あのー、そのあるご視聴者の方から、えー、連絡ね、えー、ちょっとね、今朝方いただきまして、あ、ケイちゃんなんかね、変わってるみたいよー、ま <laughs>、みたいなね <laughs>、そんなことで <laughs>、で、私もすぐにね、はい、ありがとうございました、みたいな感じでね、えー、返信をさせてもらったんですけど、早速ね、えー、そのね、ホームページ見るとですね、いや、ほんと変わってますね。前までは、えー、7月の5日、 5日からですね、ずーっと予約が取れなくなってたんですけども、本日7月の1日ですよね。で、実はですね、本日からもうね、えー、その青山御殿と言われているオークウッドレジデンス青山に関してはですね、ずーっと取れなくなってます。本日から。なので、えー、前は5日からだったんですけども、どうも4日、前倒しにされてですね、ずーっと取れなくなった。うんみたいな感じですよね。で、今現在ですね、この、 経験不妻がね、えー、帰国するというような話というかそんなの全く出てませんよねまあうーんお忍びで帰ってくる、うんそんなことあるのみたいなこともねちょっと勘ぐっちゃいますけどもいずれにしてもね事実としては、えー、今現在このオークウッドレジデンスの公式ホームページ上では青山の方ですねでは7月本日からずっと取れなくなってますっていう状況がこんな感じなんですねこんな感じになってますと。 でね、えー、あとね、えー、実はね前回のこのね大山御殿の状況をお話しした時にはですね実は他のねこのね、えー、オークウッド系でですね他の例えばですね麻布台とかね 南麻布、そういったような他のですね、アパートメントに関しても、実はね、予約が取れなくなってるんですよっていうこともお伝えさせてもらったんですけども、今回もちょっとね、例えばこのね、麻布台とかね、えー、調べてみたんですけど、例えば麻布台はね、これは10月ぐらいから予約ができなくなってるとか、あとはですね、南麻布はですね、 うーんやっぱり今日から予約が取れ、できなくなってるんだけど、7月のね、11日ぐらいから10日間ぐらいは予約できるとかね。で、また8月から予約できないとか。まあちょっとこれはなんか別の理由なのかもしれませんけどね。そんなような感じでちょっとバラバラですね。ただ一つだけね、明確なのは、この元々のね、青山御殿のこのオークドレジデンス青山に関してはですね、7月の1日。 1>, えー、1日から具体的にちょっと今ね、えー、サイト見てるんですけど、ずっとね、取れなくなってますね。7月の後、8月、そしてね、9月、取れないね、これね、10月と、11月、もうずっと取れませんね。ちょっとね、どこまで見ればいいか分からないからもう見ませんけど、少なくともね、今年いっぱい、今ね、2022年のディセンバー、すなわち12月までずっと見たんですけど、 もうずーっと見てるけど、7月1日からね、えー、もう取れませんね、えー、という形になってます。でね、あのー、これ私が申し上げてるのは、このオークルドレジネスの公式ホームページの予約状況ということで見てるんですけども、なんかね、前のね、えー、この情報をね、ちょっと私も動画で流したときにですね、やっぱり他のね、ご視聴者の方から教えてもらったんですけども、なんかね、あの例えば旅行サイトの、 あの、皆さんもご存知ですかねあの、アゴダとかね。よくホテルのね、予約なんかをするんで、アゴダなんていうサイトがあるんですけど、あるいはその、例えば楽天トラベルとかね、いろいろありますよね。そういったようなホテルだとか、それこそサービスアパートメントの予約を取るようなね、サイトで結構いっぱいありますけども、なんかね、そういうところでね、取ろうとするとね、取れるとかね。 なななんんかね、ね。そようこともあるみたいです、ね、もう私も実際ね、<laughs> ここ予約を入れてるわけじゃないのでわからないんですけども、どうもね、そういう個別のね、あのー、なんかね、旅サイトというかね、えー、ホテルの予約サイトだとか、そういったようなところで、例えば1日2日ね、えー、ちょこちょこっと撮ろうと思うと、なんかね、取れるような、えー、みたいですね。 具体的に例えばこのオークドレジデンス青山ね例えば7月の例えば10日だったら7月の10日1泊したいねってことでこうやってね別のサイトを見ていくと何かね予約可能になってるような状況もあるみたいですちょっとねそこそういったようなねまあなんか変則的なことが起こってるみたいなんですがいずれにしてもねあのちょっとね先ほどちょっとお店こ,こちらでねお見せしたように7月もう直近のね状況としてはもう今日からずーっと取れないと。 いうようよな状況の中で、まあ、誰が抑えてるんですかってて話ですよね、ね。いずれにしても、ね、誰かが抑えてなければで誰かが抑えててなおかつねそういったようなね営業保証じゃありませんけどもそういったようなことでねホテルサイトとしてはできない予約できないっていう,うにしちゃってるわけだから他の人がね他のお客さんが「あオークドレジエンさん大山君に泊まりたいな」と思ってもですね泊まれないわけですよ。 これね、例えば1週間泊まりたいなとかねそれこそ1ヶ月ね借りたいなと言っても借りられなくなってるわけだから当然ねその抑えてる人がねこのオークッドレジネス青山のね事務局に対して営業保証をしてるんですかって話がね私なんかそういうところが非常に気になっちゃいますよねいずれにしても今日からもう予約できないんだもん <laughs> こうやって正式のねホームページ上で言うとねまあそういうような状況なんで まあ普通に考えればね、まあこんな形でね、ずっとね、本日からもう何ヶ月かもね、少なくとも私、先ほど今年の12月まで見ましたけど、ずっと取れない状況が続いてるということは、誰かが、誰かが抑えてるわけですよね。じゃあ誰なんですかっていう話だよね。<laughs> で、まあ普通に考えれば、普通にね、考えればその抑えちゃってる先っていうのはね、えー、もう一箇所じゃないのっていうことがなんとなくね、 もう想像できちゃいますよねだったらその場合のね、えー、なんかしょ,しょっちゅうこの予約状況変わってますけどもこの万が一また予約条件が変わった場合のね例えば今度ね7月1日じゃなくて7月末からねの予,約予約が取れなくなりますっていうことになった場合のじゃあその1ヶ月間のね、えー、この営業保証分のね金額誰が払ってるんですかっていう話に必ずなりますからね。だってこの このオークードグループというかですね、えー、ここの、ね、ホテルだってね、そんな事前、ね、事前業やってるわけじゃありませんからね。<laughs> 誰かがその保証してるわけですよ、間違いなくね。というようなことです。ただ、いずれにしてもですね、もう今現在、皆さん、えー、よくご存知の通りですね、えー、例えば、えー、ニューヨークのですね、KK 夫妻がね、えー、急遽帰国するとかそういったようなニュースは一切入ってませんよね。入ってませんから、 どうなんでしょうかっていう感じですね。事実としては本日から取れなくなってますっていうようなことをね、ちょっとね、急遽皆さんにお伝えしようと思いました。皆さんもね、こういった、あの、情報非常にですね、えー、気にかけてらっしゃる方もいらっしゃるんで、まあ、なるべく早くね、お伝えしようかなと思った次第です。はい、えー、こんん今、回の動画もね、ありがとうございました。えー、ちょっとね、今日もう一本ぐらいね、やっぱりちょっと配信しようかなというふうに考えております。なんか今日はね、結局、なんだかんだ言ってこうやって3本、4本になっちゃいましたけどね、本当はね、 あのまだまだ喉完璧じゃないんでね、せいぜい1日、まあしばらくは2本ぐらいにしとこうかな、せいぜい1、2本ぐらいにしとこうかなと思ったんですけど、やっぱりこういうようなね、ニュースが入ってきちゃうから、<laughs> 入ってくると、やっぱりね、気がかりの方も結構ね、チャンネルご登録いただいてる方も結構いっぱいいらっしゃるかなと思って、ちょっと配信した次第です。はい、えー、今回もありがとうございました。それではね、また、バイバイ。